はい、こんにちは。はい、こんにちは、嫁です。旦那でございます。はい、嫁なんね。嫁なんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、やってまいりました。はい、宗谷岬でございます。初めてだよね。そう、僕は稚内は来たことあるんです。宗谷岬は初めて。岬は初めて。ものすごい寒いです。私との格好の差よね。運転してたら邪魔くさくて、で、先ほど、はい、を着きまして、うん、早速オープニングを撮ってるんですけれども、はい、ここまでねたどり着くのにいろいろございました。もうね、ちょっとねゴール感ぐらいのちょっと感動があったよ、ついた時、ね、私いろいろありすぎてまだスタート地点ついてないのにとか言ってということでね、はい、北海道外周3000キロの旅、はい、スタート地点、うん、まずはここまで至る、はい、道のりをね、はい、ちょっといろいろありましたんで、はい、まずは見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで自宅前でございます。はい、若干嵐です。何なんだろうね。やめようか。ということで、まあ、積み込みも大半終わって、うん、最後にキャリアの上に積み込んで終わりな状態まで準備をして、はい、嵐です。はい。とりあえずどんな感じで積み込むか、うん、ご紹介して出発したいと思います。うん、以上です。寒いし。寒いね、今日ね。もうだってダウンですよ、ダウン。ね、まあ、私も今これで寒いからもう一枚着ようかなと思ってる。中半袖だけど。あ、袖なの。まずはね、積み込む物量を見ていただき、はい、どんな感じに積むかお見せしたいと思います。はい、やってこう。はい、びちゃびちゃなんで、ね。カッパ閉まったとこだけど、カッパ出した方がいいのか、これ。はい、ということで、はい、手前のこちらの荷物、これ3つ、はい、うん、これは上ですね。はい、キャリアの上に乗っけるやつ。はい、はい、それと、この脚立ね。はい、この辺もキャリアの上と。はい、ええやんけと。いっぱいスペースあるんだからこのままでと、はい、思われるかもしれませんが、一応ですね、次回関西、はい、そしてフィールドスタイルの時に回る時にはベッドキットが、あ、そうですね、装填されているので、うん、ベッドキットがある手で行きます。うん、荷物を組み立てました。そしてもちろん今回の外周旅の中で車中泊しますんで、うん、その寝床のスペースも確保したいということで、うん、ここら辺はね上に上げますと。はい、はい、じゃあ寝室の方にね、うん、置く荷物ということで、はい、こんな感じになっとるんですけども、結構ありますね。うん。そして結構途方に暮れてますね。はい。どんな風に寝床を作るかっていうのは、はい、またね、その車中泊やるときに、うんうん、今日は車中泊しないので、はい、ご説明しないんですけども、うん、またその時にね、はい、ご説明したいと思います。はい、なので今日は、うん、まず目的地に向かうだけなので、うん、大丈夫なんですけども、以前動画の中でコットで寝てみたんですけど、うん、それは無理だったので、そうです ね違う秘策を用意してきたんですけども、はい、どうも厳しい感じなんですけども、まあなんとかなんとかしましょうということでご紹介していきます。はい、まずちっちゃいコンテナ、あ、これ一つ上あげるかな。そうですね、これは下だね。あ、でもそれも下だね。あ、そっか、あれだけスーパーウェイだけ出せば上にあげれる。まあ、なんとかしましょう。そちらの鎮座してるフルーティーさんが、はい、グッと上がる方向で、あはい、それでいきましょう。了解です。ということで、小さいコンテナ2つ、はい、2つ、そして、はい、主テーブルがワトゥーヨントさんの、はい、ロールトップと、うん、
エクステンションは持っていかないと。はい、ちょっとやっぱり厳しかった。お留守番です。そして敷物、あ、一応ラグね、一応持ってきました、はい、ます。で、スナッグさんは2つ、はい、二重のままです。さすがにちょっとここからは寒いので。そして奥にあるのが冷蔵庫、はい、これがね、結果どうなるか今回ちょっと使ってみて、うん、あまりにも大きいので今後どうするか。はい。そして先ほどご紹介したブルーティーさん、はい。そしてその下にお着替え、そうですね、服、全部服です。これお着替え関係でございます。お着替え関係はね、上っていうのはちょっとあまりにも不便なので、うん、そうですね、いよいよやばかったら旅の途中で、まあ、上に上げて、上に上げちゃうかもしれないですけど、うん、ということで寝室、リビングに関してはこの形でございます。はい。そして急遽分け合って、あー、まっちゃんもべちゃべちゃ持ってきます。はい。もうね、すでに不安しかないんですよね、うん、いや、ベッドキットを組んでないので。そうなんです。床下収納が何も使えないので、うん、でもベッドは敷かなきゃいけないので、うん、極力キャンプ場探してキャンプをと思うんですけども、うん、どうしても車中泊しなきゃいけない時と編集の時にどうするか、うん、そうですね、前途多難でございます。まあでもね、もう行くしかないのでとりあえず上に乗っけて走りますか。はい、まあとりあえず寝るときに考えましょう、もう一回、はい、です。はい、じゃあやってみます。はい、やりましょう。はい、はい、今から行くか。結構重たいね、これ。結構ね、うん、きついね。知られません。今どういう状況？なんかこのコンテナだと、うん、このピッチに合わないんですよ。こうなんか足みたいなのがあるんだよね、コンテナに。足というか、短い、うん、それがちょうどなんか邪魔に、この上に乗っかって、不安定になってみたいな、うん、どうやって乗っけるのが正解なのか。で、基本滑り止め多分この真ん中のあれにしかついてないんで、うん、なので多分こっから強度的に考えても、こっからここまでの以上の長さのあるものじゃないと乗せられないんじゃないかしらと、そういうこと？いう結論に達しました。このままじゃ危なすぎるもんね。うん、閉めても動くんでしょ。うん、ずっとずっとした閉め方、逆なんだ、これじゃちょっと閉めるの逆だ。そんな走るのはどっちみち無理。うん、やばいったな。ひとまず下ろします。はい、なんせこれ前後がないからね、このサイズで、うん、なので縦にはやらなきゃいけないのもあるんだけど、本当に横に置いてもあれなんだよね。なんか今度このボート棒の間隔が広すぎて乗っからないんですよね、うん、どっちかに落ちちゃって斜めになっちゃうんだよね、うん、
もうどうしよう。やっぱり板かなんかつけないと無理か。板あれば多分いける。どうとでもできる。うん、まあなんせその不安定が解消されるから、うん、もうおうちゃんのテンションが残りなくなりましたね。下がって下がって、テンションの残りがゼロになりました。ちょっと出せばな。でも前がほぼほぼ乗っかってないんだよね。乗ってるっちゃ乗ってるけど、乗ってないっちゃ乗ってないみたいな。そういう危険な行為はしたくないので、うん、ね、怖すぎるよね、さすがに。その、なんでしょう、本番を想定した積み込み、うん、やめます。普通に積んできます。はい、じゃあもうすごい広くスペースいっぱいありますんで。はい、まあ全然乗るは乗るんですけど、さあ車中泊どうするかっていうだけの話なんだ。あとはもう車中泊する時だけあげる台になるんじゃないですかこれ。とりあえず今のところ最悪だな。よいしょ。考えることはやめました。あ、テント紹介してなかったね、そういえば。はい、中にね、積んでるものの説明していきたいと思うんですけども。テントこちら、今回、はい、グッサン、グッサンです。グッサン、ミニマルさんの椅子、はい、グッサン、はい、あと、石子。これでいきます。出発します。ただのキャンプ旅になっちゃう。多分板が必要なんじゃないかな。そうね、それかもめんどくさいから俺キャリア買い替えるかもしれない。また組み立て。なんか高いんだもんこれ。高さ高いよねこれね、うん、すげえ大変なんだわこれ。だってコンテナ乗っけないで走ってたらただの現場の車じゃん。コンテナを乗せることによってちょっとおしゃれ感が増すのに、ただ下ろそうも下ろしてくるキャリア、もういらないだろこんなの。いらないよ。ここ出発進行。あ、ここ旅先で考えよう。はい、はい、ということで、はい。とりあえず出てきました。出発して、うん、さまざまなトラブルに見舞われまして。はい、そうなんです。まあ、上に乗っけなかったのもあるんですけど、はい、もう家の中でも大変だったんだよね、いろいろね。そうそう、ちょっといろいろ他にもいろいろトラブルがあったり、はい、いろいろして、うん、出発したはいいんですけども、はい、今日は稚内にたどり着くのはもう難しいと。まあ、行こうと思えば行けるんですけどね。まあ、行こうと思えばね。行こうと思えば全然行けるんですけども、じゃあなんでっていう話なんですけども、うん、行った場合に、うん、まあ9時10時ぐらいに着くのかな、夜中、うん、そっからどこに泊まるというお話になりまして、う、うん、いやもちろん泊まるところたくさんあるんですけども、うん、まあまあね、やっぱこれなんで紅葉のシーズンだからなのかな、まあまあ、あの、あ、そういうことか、わかんないですけどね、観光シーズンなのか、うん、あの、まあまあ、あの、宿泊施設のね、びっくりくり、びっくりくりやって鼻水出た、びっくりくり
で、あの宿泊施設がちょっとね、うん、お値段がするの で、はい、で早い時間から行って一泊しようかなと思ってたんですけども、うん、3時ぐらいに着いてっていう、うんうん、大幅に、はい、うん、まあ、7時間押しぐらいになってしまったので押しすぎやろ今ちょっと一応高速乗って、はい、あのイベントやったペコラさんのある標津、うん、標津市っていうとこまでは高速が通ってるので、うん、まあ、そこまでまず高速で走りまして、はい、でその後もうちょっと先、うん、名寄市っていう町の方に、うん、はい、ホテルも安かったので、うん、そちらの方に泊まりたいと思います。はい、まあね、ちょっとパソコン作業をちょっとしなきゃいけないので、そうですね、そういうのもあるし、うん、まあまあ本番はしたからなんでね、うん、一旦ホテルにいろいろあるので、はい、うん、でちょっとね美味しいもの美味しいもの食べながら食べて反省会、反省会対策反省会ってまだ何もしてないのに、ね、私たちいやいや、まあ、あのキャリアどうするか、キャリア問題だね。ああそう、いきなり問題が発生したっていう、いやだからやってよかったなともう僕は思ってるよ。ああもうそれだけでも成果は出たよ、うん、成果、そうそう、うん、よかったなと思う練習の成果はもう出ました。と、はい、いうことでね、はい、今あのちょっとその手前のパーキングエリアに泊まってるんですけども、はい、名寄に向かいたいと思います、うん、はい、それはそれでね、だからゼロ次会ですよ、ゼロ次会。本番は、うん、あの一番最北端からスタートしますので、うん、はい、今回は道のりを楽しんでください、うん、はい、以上です、はい、よし行こう、行きましょう、行きですよ、はい、いやでもね、家出たら少しテンション上がってきた。そうだね、もうね悩んだんですよ本当は、まあ、今日無理して出ない方がいいのかなって、こんだけなんかいろいろ起きて、私もちょっと実は足を負傷したしとりあえず動きますね、うん、ね、もうなんか2人して今日ついてないんじゃないかと思って、もう無理して出ない方がいいんじゃないかなって思ったんだけど、もう家にいてもテンション下がりすぎていや、行こう、途中まででいいからって言って出てきたんだよ。なやろ行こう、なやろ行こうって暗くなっちゃった。じゃあ行きます。はい、行きまーす。なんかグダグダだよ。出だしたら。もうちょっと。もうちょっと。市街地なのかな。頼りに着きました。はい。何キロぐらい走ったんだろう。80キロぐらいかな。うん、楽勝です。これぐらいになる。80キロぐらいの楽勝です。こういうの大体です。4倍毎日走らなきゃいけないです本日のお宿でございます。目的地付近です。お宿ホテルナイツ到着しました。案内を終了します。ナイスペイ、運転お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。テーブルもあるし、うん、すごい快適。じゃあお腹空いたんだね。はい、わさび行く。そうですね、はい、あのまりご飯も食べずにいろいろやってたからね。水たまりが思いのほか深かった。あ、この靴しか今日履けなかったんだもん。履きって書いてある。ここにする。隣の一休さんが味噌ピザ。ああ、はいはい、一休がここだね。うん、靴びちゃ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 だし、足痛いし、なんなんだ今日は。なんかある、なんて日だ。なんかある。 あった、トトリ焼肉冷麺トトリ。いや、なんか焼肉って言われたらなんか、なごみ、なごみ亭さんになりました。クラシック。何
放題だよ、しかも2時間1380クラシック付き飲み放題、すごい。あ、美味しい。美味しいね。紹介してくれた方にお礼を言っとかないと。本当だ、ありがとうございます。これすごいな、なんかすごいね、うん、一回、うん、ちょっとお腹に入れて胃を落ち着かせよう、うん、ちょっと止まらないから。これゼロ次会だから本当だ、ゼロ次会なのにもうすでになかなか飛ばし気味だ。本当だわ、ダメダメ。そうだ、ちょっと落ち着く、一回食べる、落とし食べよう、うん、じゃあゆっくり食べましょう。はい、食べてテンション上げてホテルで反省会、反省お願いします。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。お腹いっぱい、めっちゃ美味しかった。チロンチロンです9杯目そんなに飲んでんの私多分4杯目じゃあ帰りましょうか。ホテル帰ろう。はい、生見ていいです。美味しかった。お腹いっぱいです。寒いの？食べ過ぎた。寒い、足が痛いもういろ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 です。じゃあ飲み物と明日の朝ごはん買って帰ろう。はい、はい、寒いよ。ただのネズミ男みたいになってんだよ。ひどない？ネズミ男って。ネズミ女そうね、せめて女にしてくれるかな一応、一応女です、はい、はい、お疲れ様です。戻りました。なんでこんなことになったんでしょうか。寝坊を、私の左足負傷を、キャリアルーティーさんの車載用のコードがないない、あとテンション下がり、いや、まあ、まあ、それはあれやけどさ、うん、キャリアどうするよっていう話やなとりあえず。あれどうやって乗っけるのあの感じのキャリアにあの感じのコンテナを乗っけて縛る方法、方法を教えて使わさい。なんかネットで画像とかを見漁ってたら同じようなタイプのは、ネットをかぶせて、うん、その上からあの持ってるロープじゃないわ、紐あるやん、うん、あれで固定してる人はおった、うん、あでも分からん、下が結果さコンテナ不安定やん、うん、足元が、うん、それをそもそも改善せなかったら板張りは絶対やんな。板張りはしたいね。うん、あまりにもこう、なんていうの、キャリアのその棒と棒の間が広すぎる、うん、で、不安定、あ、なんか下が、板張りは絶対必要やと思います。板張りでいいんですか。そして、ま、もっと言ったらこの入ってるバーが、うん、まあまああんまり強くないから、そう、その支柱である3本を除いたところに乗っけちゃうとちょっとたわむ感じがあったの。そう、だからビビり倒してやめたんやんね。うん、まあ現実そのロープ張ったけど、うん、動いてたやんか。だから僕の読みとしては3箇所に乗っかってないとダメなんちゃうかなっていう。そうなるとさ、コンテナ3つ乗せられへんやんな。いや、だからよだからこそ板張りにして均等に荷重をかけてあげればええんちゃうかなと。あ、まあ支柱に乗っかってればな、分散されるし、うん、教えてください。お願いします。お願いします。もうね、あの本当に申し訳ないです、こんななんか酔っ払いで。もうでもね、本当に今日いろいろありすぎて心がね、だいぶねベキ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 って聞こえた。折れたんですよ、うん、出発前。しかも本番は明日ですよ、うん、まだ今日本番っていうか、なんていうの、出発してないぐらいの感覚やないですか、うん、もうそこからこんなんてどないなんのっていう、しゃんないな、正直不安しかないというか。ごめんなさいね、今回なんかこんな感じの動画でなんか何しとんねんっていうグラ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 って、ほんまにすんません、ほんまにすんませんおやすみなさい
すいません、アドバイスお願いいたします。なんなんだ、いろいろ起きすぎじゃないか。松田は定休日でした。大丈夫か、帰るか。すごい、最北端に来ましたよ。来ましたね。